高出力エンジンが生み出すかつてない速さと余裕の脱穀システムによるロスの少ない美しい脱穀選別を両立させたクボタの最高峰コンバインディオニスが新たに匠狩りを手に入れました。レバー操作からの解放、自動運転アシスト機能です。時間の無駄のない最適なルートを計算して刈り進め、最も能率的なターンを、そして最も合理的な排出ポイントへの移動をコンバイン自らが予測し実行。 DR6130A で誰もが楽に簡単にプロの刈り取り、匠刈りを行っていただけるようになりました。DR6130A は効率的で刈り残すことのない匠の技、匠刈りを誰もが簡単に安心して行うことができます。グレンタンクが満タンになる面積をあらかじめ計算して中割り位置を決定し刈り取りを進めます。中割りの後はグレンタンク満タン分のブロックを刈り取っていきます。このようにして1ブロックの刈り取りを終えたら排出を行い、また中割りを行ってから次のブロックを刈り取り排出といった作業を繰り返し、大区画圃場も無駄なく効率的に作業を進めていきます。作業中の旋回は事前の設定に応じてアルファターン、もしくは U ターンで行います。 U ターンの場合は次の刈り取り位置とあぜ際までの距離によって自動で旋回パターンを選択、動きの無駄がない効率の良い刈り取り作業を行うことができます。もみ排出の時でも無駄な動きがありません。自動運転中のグレンタンク内のもみの重量とコンバインの位置情報、そして設定した排出ポイントから最適なタイミングとルートを判断し、排出ポイントまで自動で移動します。刈り取りの途中で排出のために長い距離を移動するといった時間の無駄もなくします。また、刈り幅が5畳以下の場合には、機体の右側を自動で上げて刈り取ります。これによって、右デバイダーで灰わらを引っ掛けることなく刈り取りを行うことができます。自動運転アシストのための設定は簡単な手順で行えます。まず手動であぜの内側をコンバインが安全に旋回できる範囲である3周分刈り取ります。これによって作業マップが自動で作成されます。あとはターミナルモニタのガイドに沿って旋回タイプの選択と排出ポイントをセットするだけでルート設定ができます。たったこれだけの手順で自動運転アシストの設定は完了。開始ボタンを押して主変速レバーを前進に入れると、刈り取りクラッチが自動でオンになり作業を始めます。刈り取り中、オペレータは
レバー操作を行う必要がなく、余裕を持って安全と作業状態の確認を行うことができます。無駄のない効率的な匠狩りのための機能も装備しています。自動運転中、錠を外して株を割ってしまうときはラインシフト機能で機体の左側へおよそ10センチ走行ラインをシフトし、錠を合わせることができます。バックします。後ろを確認してください。またあらかじめ機体の動きをその都度ボイスアラームで教えてくれるので安心です。自動運転アシスト機能を使うための GPS 基地局として、久保田製の基地局や自治体などの固定基地局に加え、基地局の持ち運びや設置の手間が不要な VRS 端末にも対応。ニーズや環境に合わせてお選びいただけます。アグリロボ DR6130A は大掛かりな設備や複雑な手順を必要とせずに、どなたにも匠の技を体感いただけます。実際にこの自動運転アシストをお試しいただいたお客様は、正直ここまで精度が高いとは思ってなかったので、びっくりしました。操作とか管理の、労力が一つでも減るっていうのは、オペレーターとしても負担軽減につながっていいのかなというふうに思いました。タンクにもみが溜まっていく分も計算して中割りしてましたので、収量を考えて計算してるっていうのが、まあ正直人間より賢いかなというふうに思いました。一番感心しましたのはね、回ってきてバックして錠合わせする作業効率もなかなかいいなと。これからの農業は若い者が魅力を持ったりなる気がして、コンバイン乗るわとか、トラクター乗るわとか、タブ駅乗るわとか、みんなその気持ちが共有できるで、そういう幅はできると思う。で、作業効率も良くなると思います。若い者ね、いろんな角度で農業に挑戦してほしいなと、思います。オペレーターを刈り取りのレバー操作から解放して負担を大幅に減らし、またコンバインの操作に不慣れな方でも簡単に無駄のない匠狩りを行っていただけるアグリロボコンバイン DR6130A。 たとえ作業が夜間に及んでも刈り残すことなく高精度な作業を行います。その日に決めた刈り取り面積を刈り終えることができます。圃場の集積が進み、作業面積が拡大していく中、 DR6130A の自動運転アシスト機能が作業者の不足、操作技術をカバーします。アグリロボ DR6130A、新しい時代の農業をリードします。